まるよ。こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主がネットで購入したものを紹介するぜ。今回もたまりにたまったネット購入品紹介ね。ああそうだぜ。今回は何なの？今回紹介するのは、ゲームボーイのネットワールドヒーローズ2Z だぜ。いやまたネットシリーズ。いつからだ、いつからお前は今回はネットシリーズじゃないと錯覚して嫌がったんだ。はいはいそういうのもうええて。ち、これだからノリの悪いドブサレハゲまんじゅうは嫌いだよ。うん、生きたまま年越せないくらいぶん殴るわよ。でまあこちらはワールドヒーローズ2Z のネットシリーズ版で、ネットシリーズとしては3番目に発売された作品になります。ちなみにすべて裸ソフトではありますが、ようやくこれでうつ主家にネットシリーズが全作揃ったことになります。お、そうなのね。まあ最近紹介したやつもポチってから結構長いこと寝かせてあったので、だいぶ前から家にあるにはあったんだけどな。でしょうね。でまあこれ左上から発売順に並べてありまして、ウィキペディアさんによりますとそれぞれの発売日はこんな感じです。4年足らずで8本も出てるのね。まあこれに限らず昔は結構なペースでシリーズ作品発売されてたよな。今ほどゲームの開発大掛かりじゃなかっただろうし。ちなみに熱闘シリーズには含まれませんが、同様のコンセプトで発売された決闘トランスフォーマービーストウォーズビースト戦士最強決定戦も載せておくとこんな感じです。てかこうやってみるとゲームボーイってやっぱ息の長いハードだったってのを実感できるわね。うん、初代ゲームボーイが発売されたのが1989年4月21日で、最後のすべてのゲームボーイ共通ソフトが出たのが2002年6月28日だから相当長生きだよな。さらにカラー専用ソフトも含めると最後のソフトは2003年7月18日になってもう1年伸びるし。その後ゲームボーイアドバンスもあるわけだしね。うん、まあアドバンスでも GB ソフトプレイできるけど、アドバンスはだいぶ性能が上だから個人的にはもうちょっと別機種って感覚だけどな。まあその辺の捉え方は人によるわよね。とまあちょっと話が脱線してしまいましたが、そろそろネットワールドヒーローズ2Z の方始めていきましょう。ではスイッチオンです。アイキャーチ。はい、ってことで例によってレトロフリークで起動して、とりあえずピクチャーフレームがどんな感じか確認した後、ピクチャーフレームオフってこちらがタイトル画面です。で待ってても何もなさそうだったので、とりあえずオプション覗いておきます。これも難易度はイージー、ノーマル、ハードの3段階みたいね。うん、とりあえずまたデフォルトのノーマルにしておきます。まあその結果公開することになるんですが。ってことはこれはノーマルだとうつ主には難しかったってことね。まあその辺は見てればわかります。でこちらがプレイヤーセレクト画面で、キャラは原作のキャラ全員参戦してるらしいです。らしいってことはこれは原作プレイしたことないのね。うん、うつ主さんはワーヒーシリーズはスーファミ版の1を当時誰かのうちで数回プレイさせてもらった程度でほとんど触れずに今まで来てしまったもんで。じゃあ今回は原作と比べてどうとかってのはうつ主にはわからないってことね。うん、なので今回は今までのネットシリーズの動画と比べるとちょっと薄い内容になってしまうと思いますが、そこはまあなんとなくで見ていただければと思います。まあ別にそもそも他の動画も大して内容濃くないしね。黙れハゲまんじゅう。急に何言い出すのよ、ぶん殴るわよ。他の動画は動画の奥底からうつ主のにちゃっとした素敵な笑みが透けて見えてたでしょうよ。いやんなもん見えてねえし、そもそも素敵じゃねえのよ。まあとにかく主要キャラは唯一使った記憶のある半蔵さんにして初戦開始です。うん、急に元に戻りやがったし。でまあこれの通常戦は3人ずつ現れる相手と1本勝負で戦い、そのうち2人以上に勝つと次のステージに進めるって感じらしいです。1対3で戦うってちょっと珍しい感じね。そうだな。まあこの辺も原作通りらしいので、それはそれでいいんではないかと。で操作の方はネットシリーズなので、例によってボタンを押す長さで攻撃の強弱が決まる感じで、あとはまあなんとなくゆるっとふわっといろいろ試しながらプレイしてます。いやなんかいつも以上に適当な感じだし。いやね、これに関しては裏技用のコマンドと各キャラの教室のコマンド以外うつ主さんにはちょっと調べがつかなかったもんで。つまりいつも以上に手探りでプレイしてる感じなわけね。うん、まあ原作のコマンド調べて参考にすればもう少しスムーズにできたかもしれないけど、まあやりながら適当にコマンド試せばなんかしら技出るやろと。まあ格ゲーのコマンドって大体どれも似たようなもんではありますけれども、まあ結果後で痛い目見るので大丈夫です。いやそれ何も大丈夫じゃないのよ。でまあ初戦1本目はいろいろコマンド試してるうちにサクッとやられて2本目も結構ピンチです。うん、いきなり初戦から負けそうね。うん、この時点ですでにノーマルじゃなくてイージーにしとけばよかったと思い始めてます。まあでもどうにか2本目は取れました。
初戦でこれじゃ本当に先が思いやられるわね。まあここのところサクサクプレイできるの多かったからそろそろいつも通りウプ主さんが CPU にボッコボコにされる方がウプ主格ゲーヘボプレイマニアの方々は喜ぶんではないかなと。いやだからそんな間に合いねえのよ。ってことでまあ初戦3本目です。ジャンヌってジャンヌダルクかしらね。うん、ワールドヒーローズのキャラは有名な歴史上の人物や現代の人物やフィクションの人物が元になってるらしいので。ってことは半蔵は服部半蔵が元になってるってことね。ってことです。ちなみに最初に戦った陽子ってのは柔道の谷陽子さんがモチーフらしいです。へえ、そうなのね。まあ軽くネットで調べただけだから間違ってたらごめんだけど。まあその他もどこかで見たり聞いたりしたことあるようなキャラが色々と出てきますが、キャラの元ネタ詳しく知りたい方は各自でググっていただければと思います。うん、例によってネットに丸投げしやがったわね。一人一人キャラの元ネタについて話してたらそれだけでドエラー時間かかりそうだしねー。いやドエラーって。でまあそうこう言ってるうちにどうにか初戦は勝つことができました。うん、初戦から本当にどうにかって感じだったわね。ってことでまあとりあえずどんな雰囲気なのかは分かったので例によってここからはカットしつつ見ていきましょう。アイキャーチ。で次の2戦目の相手はこちらの3人で、1本目のマッドマンにはサクッと勝て、2本目のブロッケンにはやられてしまい、3本目のラスプーチンは壁際に追いやって倒し、どうにかここも負けずに済みました。ラスプーチンなんてのも出てくるのね。うん、歴史上の人物をモチーフにするにしてもこれはなかなか尖った人選だよな。まあでも数々の逸話があるからゲームキャラにしやすいっちゃしやすい感じもするし、実際他のゲームでも出てきたりするみたいだしな。他にも出てくるゲームあるのね。まあ気になる方は各自お調べください。で3戦目はこちらの3人で、1本目、2本目とサクサクっとやられて最初は3人目を拝むこともなく負けました。うん、この辺りからちょっと雲行きが怪しくなってきたわね。でまあもちろんコンティニューしまして、もう一回戦ったんですが1本目2本目とさっきと同じ感じでまた負けました。ダメじゃない？うん、今思えばここで一旦諦めてイージーでやり直しておけばよかったかなと。でもまあこの後もさらに何度か負けはしたものの、どうにか1本目と3本目取れてここはなんとか抜けまして、4戦目はこちらの3人で、ここは1本目、2本目と勝てまして、3本目は負けてしまったものの、まあ2本選手してるのでここはどうにか1回でなんとかなりました。2本選手した場合でも一応3戦目も戦うのね。うん、まあ2本選手した場合3本目はちょっと消化試合感ありますが、いろんなキャラと戦えた方が楽しいだろうし、これはこれでいいんではないかと。でここまでで3人ずつ相手にする感じのやつは終わりで、ここから先は1対1で戦って先に2本取った方が勝ちって感じになりました。ここから先は一般的な格ゲースタイルになるわけね。ってことみたいだな。でまあ今は大会決勝戦前やって感じなんですが、決勝戦前になんかあるみたいです。ここはちょっと長めの演出入るのね。ちなみにこれだとちとわからなかったんですが、後で他の人が上げてるプレイ動画で原作の演出を確認してみたところ、こいつは飛空艇に乗ってド派手に登場してました。一応原作のプレイ動画も見てみたのね。まあ本当にちょろっと見ただけだけどな。でこちらのキッドさんなんですが、まあなかなかに強くて一本取るのもままならない感じでした。うん、がっつりボコされまくってるわね。うん、これは結構コマンドの入力シビアなので、こちらが結構な頻度で入力ミスしてるせいもあるけど、これは熱湯系 OF95-96 やリアルバウト画廊伝説スペシャルなんかみたいに技がスコスコ出る感じじゃないのね。うん、ネットでちょろっと調べた感じだとこれも技出しやすいって書いてあったんだけど、熱湯シリーズ3作目でシリーズとしては割と初期の作品なので、後期の作品に比べると丁寧に入力しないと技はちょっと出にくい感じです。そうなのね。まああくまでウプ主の場合はだけどな。ちなみにレトロフリークのせいかもって思って後で実機でも試してみたんですが、その辺の感覚はあんま変わらない感じでした。ちょっと難易度高めな上に入力もシビアとなるとウプ主にはなかなかきついわね。なので見ての通り苦戦しております。あと動きももっさり目ではあるんですが、
そこはこれもスーパーゲームボーイでプレイしてる時に裏技使うと動き早くなります。ってことはレトロフリークでもその裏技使えるってことね。うん、まあその辺も後で軽く試してみます。でまあだいぶ苦戦はしたんですが、ここはどうにか抜けまして、なんかキッドさんが意味深な感じの言葉を残した後、お次は決勝戦だそうです。決勝戦の相手は半蔵なのね。てか使うキャラごとにここは同キャラ対戦になるって感じかしら。いや、どうやらここも半蔵さん固定らしいです。そうなのね。でまあここでもしっかりボコられました。うん、これまただいぶやられてるわね。ちなみにこれでもほんの一部です。そうですか。まあでもここもいつも通りコンティニューしまくってどうにか粘り勝ちしまして、これで大会優勝となったんですが、もちろんこの後もまだ続きます。まあそもそもまだラスボスと戦ってないから、そりゃそうよね。ちなみにラスボスは今映ってるゼウスってやつなんですが、ラスボス戦前にジャックとヨフと戦います。ジャックは切り裂きジャックで、ヨフは三国志に出てくるヨフがモチーフかしらね。そのようです。でまあまずはジャックと戦ったんですが、なんかこいつはそこまで強くなくて、サクッと一回でストレート勝ちできました。うん、楽勝ってほどではなかったみたいだけど、キッドや半蔵よりはだいぶやりやすかったみたいね。だがしかし次のヨフ戦はまたこれでも勝ってくらいボコられました。ちなみにこれもほんの一部で、実際にはここで30分以上ハマりました。そうですか。でもまあここもどうにか粘り勝ちしまして、いよいよお次はラスボスのゼウスさんと戦うことになります。カットしてるからあれだけど、ここまでですでにだいぶ時間かかってるわよね。ここまでですでに余裕で1時間以上かかっております。ラスボス来るまでに1時間以上ってなかなかね。うん、最近ぬるめのヤーツしかプレイしてなかったから、正直ラスボスと戦う前からウプ主さんだいぶしんどくなってたっす。てかこれプレイする順番間違えたな。確かに発売順的にも熱闘 KOF95 やらなんやらよりこっち先にプレイした方が良かったかもね。うん、あの技スコスコでまくる感覚を引きずったままこれプレイしちゃってるから、絶対順番逆の方が良かったな。まあ言うて所詮は我らがウプ主さんなので、どちらにせよ苦戦したのは間違いないだろうけど。でしょうね。てかなんかラスボス弱くない？って思ったらなんかえげつないの飛んできたし。うん、ウプ主も一瞬を、これは早く終わるかもって思ったんですが、ってな感じで強力な攻撃であっという間に巻き返されて1本取られまして、2本目も最初そこそこダメージは与えたものの、やっぱあっさり巻き返されて負け。その後もまあ勝てないこと勝てないこと。うん、これまたコテンパンにやられまくってるわね。うん、たまに惜しい時もあるんだけど、あと一歩決めきれずにただただ時間ばかりが過ぎていきました。アイキャーチ。でまあなんだかんだラスボス戦だけで40分くらいかかったんですが、どうにかなったので最後の1本だけ通してみておきましょう。うん、ラスボス戦だけで40分もなかなかね。本当になぜ早めにイージーでやり直さなかったのかと後悔しながらラスボスと戦っておりました。けどあれね、何度も戦いまくってるだけあって、なんかだいぶいい感じに戦えるようになったわね。うん、さすがにこれのコマンド入力の感覚にも慣れてきたし、無理に攻めずに基本は相手の出方を見て、なるべく遠くからペチペチする感じでやって、近づかれたら一か八かで投げてみるって戦法を取ったら、意外とそれでうまくいくようになりました。お、本当に珍しく投げで最後決めたわね。まあ途中投げようとしてミスって逆にやられるってパターンも多かったけどな。ってことでまあこの後はエンディングです。なんかやたらコミカルなエンディングね。まあこれはこれでなんかほっこりしていいんではないかと。ちなみに原作だとラスボス倒した時の体力の残り具合によってエンディング変わるみたいなんだけど、どうやらこの熱闘版でも今見てる以外のエンディングあるっぽいです。その辺もちゃんと原作に習って作られてるわけね。
うん、これは原作プレイしたことないからあんま詳しいことはうぷ主にはわかりませんが、やっぱこれも色々再現度高いみたいです。まあ見た感じからしてこれもよくできてそうだったしね。うん、うぷ主の場合ノーマルだと結構難易度高かったり、慣れるまでコマンド入力ちょっとしづらかったりしたけど、慣れてる人ならこれくらい歯応えあった方がやりがいあるだろうし、バランス的にも結構いいんではないかなと。でまあ例によってこれも最後にご褒美で裏技教えてくれます。これは宝ロゴのところでセレクト3回じゃないのね。うん、これはちょっと複雑になってるな。って言ってもそこまでじゃないですが。まあセレクトだけをスノに比べたらってことよね。でまあこの後は隠しキャラのゼウスの技のコマンド教えてくれたり、クリアしたキャラの調出コマンド教えてくれたりして終わりって感じでした。ちなみに原作には調出はなく、調出は熱湯版のオリジナル要素みたいです。へえ、そうなのね。まあその辺も原作プレイしたことないのでネットで調べた感じだとですが。アイキャーチ。ってことでまあ最後にちょろっと裏技試して終わりますかね。でまあここでさっきのコマンドを入力すると今の音が鳴って熱湯モードになりまして、これでキャラセレ画面でゼウスが選べるようになり、あとはなんやパラメータータイプが選べるようになったり、常時調出が使えたり、空中連続技が可能になったりしてるようです。これは一つの裏技で全部乗せな感じなのね。うん、隠しキャラだけ出して他の裏技はオフにしとくってことはできなそうだな。あとはまあスーパーゲームボーイで速度上げる裏技やギャラリーモードの裏技はまた別コマンドみたいだけどな。まあとにかくちょろっとゼウスを使ってみましょう。いややっぱ強い。うん、通常攻撃でも一撃がとんでもなく重いな。いやなんか全然技出せてませんけど。うん、さっき表示されたコマンド覚えてないので適当に入力してるもんで。そうですか。まあただ殴ったり蹴ったりしてるだけでも十分強いことは分かったのでよし。いいのかしら。じゃまあお次はスーパーゲームボーイでプレイした場合にできる速度上げる裏技試してみましょう。で速度上げる裏技はロゴマークのところじゃなくてタイトル画面で上、上、セレクト、A、下、下、セレクト、B と入力すると文字が青くなるので、そしたら成功です。うん、やっぱレトロフリークでもできたわね。でまあこの状態で戦ってみますとこんな感じです。うん、めっちゃ速くなったわね。うん、通常だとややもっさり感あったんですが、これだともっさり感ゼロです。てかちと速すぎるくらいです。うん、飛び道具飛んでくスピードがえげつないわね。てかこれ熱湯サムスピザンクローム双剣の速度上げたやつよりもさらに速そうね。まあその辺はちゃんと比べたわけじゃないので何とも言えないけど、これは目が慣れないと逆にちと大変かもな。まあでもやっぱ速いっていいよね。うん、慣れればこっちの方が良さそうよね。てかこれ楽しい。いや最後の最後で語彙力捨てさらんでいいから。最後といえばそういえば多分これが年内最後の動画になるかと思います。いや急に思い出したように何回言い出したし。いやね、本当は年内最後の動画は別で何か出そうと思ってたんだけど、気がついたら意外と時間がなかったもんで。そうですか。なので今年もお世話になりました。皆様におかれましては良い年末年始をお過ごしいただけますようお祈り申し上げます。いや急に年末の挨拶始めるんじゃないわよ。おそらく来年も変わらずゆるい感じで動画投稿していくと思いますので、変わらぬご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。よろしくお願い申し上げます。ってことでまあ裏技もちょろっと見られて年末のご挨拶もしたところで、今回はこの辺で終わっておくぜ。では最後までご視聴ありがとうございました。良いお年を。良いお年を。